ロは、江戸時代前期の大名。張馬国姫路藩主、出羽国山形藩主、下屋国宇都宮藩主、道の国,国白川藩主。かには、14人下、自重。奥平松平家二代。山和国軍山藩主、松平忠明の長男として誕生する。寛永21年、父の死去により12歳で、姫路藩18万国の家督を相続し、 直後に弟に三万国を分岐する。四年後、年少を理由に山形に天保を命じられるが、後に宇都宮への天保となる。この天保に忠広の日はなく、宇都宮藩の前任、奥平正野の家中不祥事である老いばら一件、宇都宮公前寺人情事件による。奥平家は、忠広の本家筋にあたり、漢文八年に山形藩と入れ替え天保となっている。 宇都宮藩では、領内の神殿検知を行ったが、わずか十三年の支配に終わったため、特段する史跡はない。天南元年に、道のく白川へ移放された。宇都宮を経て、白川に入法するが、白川藩時代に、忠広の後継者をめぐって、家臣団を巻き込む騒動が勃発する。長男の鶴千代の他にも三人の男子がいたと言われるが、いずれも要請しており、 頼みの清てるも健康面で不安があった。そこで、次女、長福姫の婿の乗りみを無理を承知で頼み込み、養子士としてもらい受けた。だが、忠孝の子、センチヨ養妖精、さらに長福姫も、その半年後に死去し、忠孝の存在価値は薄れた。50歳を過ぎた、忠広の後命が定まらない深刻な事態は、家臣たちにも焦りを生んだ。 しかも騒動の決め手となったのは、家督から遠ざけられていた清照に、男子、西宮が誕生したことである。おかげで、家臣は、無子派と孫派に分裂し、白川騒動と呼ばれる対立関係にまで悪化した。家臣が続々と退居し、その総勢が九十三名に及んだという。これが、幕府の知るところとなる。忠広の登園でもある老中、大久保忠友は先んじて、 忠広の家臣を呼びつけ、幕角の正式決定が下る前に忠広の自主的隠居を進めている。だが、その後に決定された処分内容は、両派の主会であった、過労両名を遠投る罪、それだけにとどまらず、所領も召し上げという厳しいものであった。翌月には、決定が一部覆された。十万国への原稿と山形への国替え処分に軽減されたため、 海域の危機だけは免れた。父祖たちの中勤、加えて、新君、家康の血統でもあった点が考慮されたものと考えられている。騒動の責めを重く受け止めて、忠広は同時に隠居し、家徳は孫の五木の宮に継がせた。九歳の五木の宮には五代将軍、徳川綱吉の配慄と同時に、忠広自身の隠居も承認されている。当家においては、 下坊様守るが当主を示すものでもあるため、隠居後の忠だ博は、おさか大輔となった。ありがとうございます。